昔35年前、九州の山奥で一度だけ食べたことのある幻の鳥天丼。子供の頃、美味しすぎて感動したわよ。あの味をもう一度食べたい。鶏胸一枚皮を剥いて、鶏胸の一番厚い部分に包丁を入れて、同じ厚さに開くわよ。鶏肉の繊維に対して、垂直になるように縦長に切っていく。包丁で肉の繊維に切り込みを入れるとめっちゃふわふわになるなおよ。鶏胸肉に酒大さじ1に振りかける安丸だしを 3g 入れるわよ。これがないときは普通の本だしとか顆粒だしでも大丈夫です。しっかり揉み込むと酒が吸収して鶏胸が柔らかくしっとり美味しくなるわよ。10分置くわよ。そしたら大葉を刻んでおくわよ。10分漬け込んだ鶏胸に直接天ぷら粉を入れる。冷水1分の1カップを入れて混ぜ混ぜするわよ。肉に直接粉を入れて衣を作るのが昭和の食堂の作り方。フライパンに揚げ油1センチ、180度まで温めて鶏肉を入れていく。少しカリッとしてきたらくっつかないように上下を返しながら、揚げ時間は約3分、揚げすぎに注意。表面が全体的にカリッとしたら揚げ上がりの目安。表面がしっかりカリッとなっていればあとは余熱で中までいい感じに火が入る。再度フライパンに酒大さじ1、みりん大さじ1、砂糖大さじ1、安丸だしを 2g ほど入れ火にかける。しっかり沸騰させアルコールを煮切ったら醤油大さじ1を入れ、最後に刻んだ大葉を入れなじませてタレの完成。あったかいご飯の上にまずタレを少々かける。大葉を乗せて真ん中に鶏の天ぷらを山のように、まるで思う前に店に出てくるような天丼のように山のように盛るわよ。で最後にこの大葉のタレを上からかけるわよ。シソの香りがたまらないわよ。これで幻の鶏天丼の完成。これがね、もうサクサクでふわふわ、もうめちゃんこウルトラスーパー美味しい。これがね、もう箸が止まらない。サクサクとね、あと甘めのね、このタレ、シソの味、やってみるのよ。いいねするのよ。